ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈み、この世は乗車必須、されど花となり咲き乱る桜花ビーフィー。文化系トーク YouTube グランパンパースです。13日はビーファーストの長野公演が行われておりまして、紅白の内定のニュースが結構話題になっていましたが、ビーファーストはね、ツアーでがっつりとライブをやっていたということで、やはりこうそこに公演を見に行った方たちのレポートが熱く上がっております。まずね、レポートの前に中にいた人たちといいますか、周りの人たちの話で、ケンスケさん、ダンサーのね、もう最近はラッパーのケンザ研究丸としてもおなじみですが、おなじみなのかな、今日も最高が証明されてしまった、どんどん良くなる、すごいっていうね、荒ぶってしまいました、すみませんっていう感じで、ベッシーの皆様もお疲れ様でしたっていうね、そう、荒ぶってしまいましたと言ってますが、ドンキホーテこれから食べますっていう形のことも書いてますが、荒ぶるぐらいにすごかったということでしてね、すごく良かったっていうことですね。で、ドンキホーテってあれなんですね、お弁当屋さんなのでしょうか、雑貨屋というか、いろいろ売っているあのドンキホーテではなくて、雑貨屋とは言わないな、はい、っていう感じのがまずありますね。で、やはりね、ご当地料金速報といいますか、こちらは相変わらずですね、ベスティリンゴみたいにかじっちゃうぞガブっていうね、長い長いっすね、すごいな。で、このベスティリンゴみたいにかじっちゃうぞガブから釣られてしまって、マナト君がどうやら青森と間違えてしまったのをすごい謝ってたっていうね、まあ、このリンゴからなんだろうなっていう、そういうことですよね。はい、まあでもこの長い言葉をそのままシャイニングワンのあそこで混ぜられるというのはすごいなと思いますね。あと竜兵くんがいわゆるそのいつもね、彼がやっている同い年の人かそれ以下の人をいますかっていうのをやっていたのがあったわけですけど、竜兵くんが僕最近16歳になったんで手を挙げられる人が増えたんですって言ってて、それがね可愛かったっていうね、そう最近そうですよね、16歳になりましたので、そういう感じで手を挙げる人が増えましたよね。16歳ですと高校生も増えますからね、っていうことかなっていう気がします。まあ、やはりね、竜兵くんとか見て同い年の子たちはいろいろと刺激を受けたりとか、頑張ろうって思ったりとか、憧れたりとかいろいろするんだろうなっていうね。で、なんかそのスキーとかスノボーとかの話にやっぱりなったっていうことでして、長野県ですんでね、うん、で竜兵くんがスキー1回しかしたことがなくて、覚えてるのは8の字だけっていう形の話をして、それに会場みんなが拍手してたと。でベスティがみんな竜兵くんにね、親心っていうか、そういう感じだったっていうことも話しております。で、しゅんとくんですけど、しゅんとくんは長野にはキャンプで家族と来るっていう思い出が結構あるという話でしてですね、だからそう、キャンプ地としてもね、やっぱリゾート地ですからね、はい、まあすごく他の県の人間からすると長野って場所はなんていうんですかね、私もそうですけど、なんかちょっとね、こう日常忘れたい時とかに行きたいなっていう、そういう場所ではありますけども、でもその皆さんにとってはね、日常である場所に、まあ言ってみれば非日常であるBE:FIRSTが来たっていうのは、そういう交流っていうのは素晴らしいもんだなって思ったりしますけど、でもそのBE:FIRSTメンバーも、まあ、しゅんとくんはね、キャンプで、まあしゅんとくんもスキーとかスノーボーとかやるから、そんでみんなスノーボーとかスキーとかっていう場合でね、そういう感じの場所っていうのがありますよね。あとどうやらスカイハイ社長がケンスケさんと一緒にいたらしいんですよね。しかもいわゆる同じ皆さんとお客さんと同じところに座っていて、でレポの中でも同じ列に社長とケンスケさんいたんですっていう感じで、それですごい感動してる人とか、あとやっぱちょっとざわざわしている感じとか、後ろ見ていたみたいな、そういうレポートもあったりしてですね、だからまあ社長とケンスケさんもいたっていう、
ね、社長も健介さんも忙しいので、行けるものと行けないものって、まあ、最近はあるわけですけども、今回は来れたんだなっていうところで、ね、ちょっと長野でビーファのライブ見て、ちょっと療養というかちょっとね休息とかもできたらいいなって思ったりしますね。でやっぱりこう颯太くんのダンスすごいなって話、ダンスがすごいのはね私たちみんな分かってまして、で歌がねすごくまた進化しててというか、聴くたびに進化しているなっていうところの話があって、でまあラップに関してもそうだけど、やっぱりこう高音とかもね、颯太くんの高音がすごく、ラップがゴリゴリだけど歌が甘々だっていうところはね、まあベスティみんなの共通認識だと思いますけども、やっぱエグかったっていうね、そういうところだったりで、キックスタートを歌う時に颯太くんとジュノン君がじゃんけんしてたみたいで、そんな感じのところもあったようですけども、で颯太くんとあとレオくんもだけど、結構いろいろなところに手を振ったりして全体を見ているっていうのが、特に2人がそうだったって話をしていたりとかで、あとスキー場の話とかで、長野のスキー場にゴーゴーカレーがあって、りょうきくんがそれを食べた話題とかで、りょうきくんがゴーゴーカレー食べたってそうたくんに言って、ああ食べてないって言って、で何食べたの、ノーブランドのカレーっていうね、ノーブランドのカレー、カレーにブランドがあるというか、まあ、そういう感じの話もしてたと。やっぱスキー場とかの話多くなるなっていうところがあるようでして、あとスピンですね、ラップ担当というか、まあ、ラップを主にというかラップをよくやる3人、颯太くん、りょうきくん、しゅんとくんのスピンですけども、こう静と動みたいな感じがあって、でよく動く颯太くんとりょうきくんに対して、しゅんとくんがこうあまり動かずこの静の部分を、それを体現していたっていう話で、それがすごいかっこよかったっていう話が出てるのと、あとしゅんとくんはその実際そのライブで見てみるとすごい大人っぽいなっていう、色気がやべえって言ってる人とかもいまして、そうですね、しゅんとくん喋る時は結構ね幼いと言わない、赤ちゃん的な感じですからねっていうところがあって、ギャップにやっぱりやられる人が多いっていうのはしゅんと推しの人からはよく聞くところですが、実際に見るとやべえというかね、私もだからちょうど私があるライブにいた時に、多分私の一個前の席のお二人が、女性お二人がしゅんとくん推しだったと思うんですけど、まあ声出せなかったんでね、でなんかちょっとね、いきなり目の前の視界がちょっと良くなったなと思ったら、しゅんとくんがゲラーやった時にうずくまってましたからね、うん、あすげえなって思いました。はい、スピンの話もしましたが、ミリビリとかスピンとかね、言ってみれば、まだ私はスピンとかを生で聞いていませんので、私はそのヒップホップやラップミュージックが好きですんで、スピンなんかはね、ミリビリとかもそうですけど、もうがっつりとヒップホップ楽曲ですんで、そこをね、彼らの声で聞けるっていうのが楽しみですね。東京公演には行けるので、ね、体調崩さないようにしていきたいと思います。BMSG フェスでは悔しい思いをしましたので、やはり今でも少し残ってしまってますね、そのことが引きずってますが、その分未来に向けて、まあ、皆さんもそうだと思いますが、未来に向けて良い思い出を作っていければっていうところは思っております。はいですね、まあ、ツアーもどんどんこうもう半分ぐらい過ぎてきたっていう感じの話で、この間のまあ、ミリビリというかミリオンビリオンでもね言ってましたけれどもね、まあそうか、そんな感じになるかなって思ったりもしましたが、相当進化してるんでしょうね。でマナト君がですね、もう何回でも言うぞついてこいみたいな感じで、すげえ男だったって話で、まあなんか甘いマスクな感じですけど、甘いマスクって言い方古いっすか、もしかして、まあいいか、甘いマスクな方なのでね、人なのでちょっとそういう感じにね見えるし、バラなんか持ってますけど、でもやっぱり九州男児ですからね、なんか今回感じたのが、マナトはマジで男だって話で、普段おふざけメンバーだけれども、まあ音楽の距離一番近いっていうのもあるし、それですごくニコニコしてるし、こうふわっとしてる感じだけど、急に男になるからっていうね、だからもう沼るって話をしてます。女性とかはそうなんだろうなっていうね、そう、なんかしゅんとくん沼っていうのもよく聞くんですがね、
マナト君沼もやっぱりありますよね。まあ、言うてみんな沼るっていうのは聞くわけですけども、あとなんか涼希君のお母様がですね、マナト君に マクドナルドコラボの服っすかっていうのがあるのかな。とにかく洋服をプレゼントしたらしいっていうのと、で涼希君がそれを言ってて、で俺にはプレゼントくれないのにっていうねね、可愛いですねっていうことで、涼希君ママはマナト君推しっていうことなんですかね、うん、っていうことだったりすると、でマナト君のそのついてこいっていうのがあれですね、あの僕たちの存在も作る音楽も一生変わらないから心配しないでください、何回何度でも言うよついてこいっていうね、うん、そういう話だったりとか、そうやっぱマナト君の話がね結構ねありますね。さっきのマナト君話でいわゆるそのリンゴのところ、あれか、長野でリンゴがそのいわゆる生産量第2位って話からのことか、涼希君のリンゴのあのご当地涼希速報とはまた違うみたいなところかな。であのリンゴが第2位って話で、あの長野と青森間違えたところで、青森その件を間違えちゃった件をあのファーストステップの楽曲で青森と長野間違えてごめんなさいって歌ったので、歌ってくれたんで会場の全ベスティが許したっていうね、可愛かったでしょうね、うん、っていうこと。でもその可愛いエピソードもありつつの男を見せるっていう部分があったから、やっぱそのギャップなんでしょうね。今回だからマナト君の話すごく多いんすよ。あと青森ベスティの方がそれで青森の名前出てくれたから、それが逆に嬉しかったって言ってる人もいましたね。はい、まあそういう感じです。でなんかレオ君とジュノン君の絡みみたいなのも結構あったみたいな。なんかレオが今日の夜がハンバーグソースカツどっちかなんだけど、ジュノン君に一口あげる約束させられてたっていうね。なんかジュノン君はね、レオ君には結構あのそんな感じでなんかあの彼女みたいに振る舞ったりすることがたまにあったりするというか、ね、あのジュノン君をね、そういう年上というか同い年だから来やすいのかなっていう気がするのと、まあ、レオ君もそういう存在がいて多分あのすごく頼もしいというかね、いいんじゃないかなって思うし、やっぱレオ君は周りに気を使う人だから、まあ誕生日だけで言うとね、同い年だけど誕生日は何ヶ月かジュノン君上だから、その同い年感覚で話せるっていうのとか、あとこれ別の話ですけど差し飲みっていうのをしたりとかね、あのスカイハイ社長が政治メンバーとはそういうのもあったりするそうなんで、いろんな話もしてるだろうなっていう気がするんですけども、 BE:FIRST を皆さんが愛してくれるように皆さんご自身のことを愛してあげてくださいっていうのと、でレオ君本人は僕はそれが少し苦手で、でもその大切さに気づいたっていうこと、そうレオ君は自分で自分をこう愛するのが苦手っていうことは結構言ってますよね。周りへの愛情っていうのが深い人だなっていつも思うけど、でも周りへの愛情が深い分、もしかしたら自分へはそういうのはあまりっていうのはあるのかもしれませんけどね。あとその自分のことは自分が一番わかるから、ちょっとした成長とかでは認めて自分を愛してあげてっていうところみたいでですね。なんかやっぱり自分へのご褒美っていうのは大事だっていうところはよく聞く話で、レオ君はもしかしたらそういうのがもともと得意じゃなかったのかもしれないですね。でもあの7人で BE:FIRST やってることによって他の6人のいろんなところを吸収して、それはレオ君だけでなく他の6人も含め全員が全員ねっていうところですけど、まあそこって大事だなっていうところは本当に思いますね。で、あのそのレオ君がね、本当に一番ファンサとかをすごくしてくれているっていうところとかもあったり、で、あとそのいわゆるその MC は基本的にあの涼希君とレオ君が回していて、まんべんなく話を振ってたと。そう、涼希君とレオ君ってそういうところですごい共通項があるなっていうね、あのまあ年長メンバーだからっていうのもありますけどね、ジュノン君はあの感じがやっぱりいいので、であのレオ君はレオ君が要するにジュノン君に話を振るのが大体レオ君だったっていう話とかね。そう、あのレオ君のだからそういった部分がツアーでまあなんていうかすごくさらにパワーアップしてるだろうし、それはその他のね6人含めて
全員そうだろうなっていうところがね、思ったりするところですね。あとお城が好きだから松本城に行きたいっていう話もマリオくんねしていたようです。はい。あとその車椅子のお客様がいたらしいんですけども、なんかリョウくんがその方にすごい前のみで手を振っていたっていうところで、そこもさすがリョウくんだなっていうところだったりしますね。あとファーストステップを歌った時にタオルを回すところがあって、タオルがない人のためにリョウくんは一人でタオルを持たないで回していたっていう話もありますね。はい。あとモーメントでのリョウくんの優しい声の部分がすごく良かったっていうところとか、まあそういう感じのが入っております。あとジュノン君のダンスの進化、高音は当然すごいけどダンスの進化がえぐいっていう話で、だからあのやっぱりレポをどんどん見るたびにいろんなところが進化してるって話を全員まあ聞くわけですよ。だから本当にどんどん進化してるんだろうなっていうところで、まあ本当にそれが楽しみだし、自分が見に行ける公演も楽しみだし、あの全ての公演終わった後の彼らのパワーアップぶりっていうのもさらに楽しみですよね。なんか歌番組とかこの期間中にもね何個か出てますけど、明らかにパワーアップしてるのっていうの分かりますもんね。うん。そう、まあそういうところで長野公演も素晴らしかったみたいで、まあ健介さんとねスカイハイ社長もなんていうかすごい感動してたようで、もう健介さんは興奮もしていたようですからね。はい、という感じでございました。いや、とにかくねだんだん季節も寒くなってきますが、あの体に気をつけて、あのマベシティもそうですけど体に気をつけてツアーを乗り切っていただきたいですね。はい、そのように考えました。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく。グランパンパーツでした。果てしない空。